皆さん、こんにちは、えー。レック公認会計士科の中島です、えー。本日、令和5年度第1回の公認会計士担当式試験が実施されました。えー、皆さん、えー、本試験お疲れ様でした。えー、それではですね、えー、全体の公表とボーダーに行きたいと思います。はい。 はい。全体の公表と合格ポーターになります。はい。えー、まずですね、最初にですね、今回の試験の合格率の予想を立ててですね、最終的に合格ポーターを決めていきたいと思います。はい。 これが過去の試験ですね。今回が令和5年第1回目です。願書提出者だけ現在分かっております。14,550人ですね、はい。で、過去の実績からですね、答案提出者のパーセンテージを出してですね、予測するとですね、今回は11,349人と予測されます。 で例年ですねこの第1回目の試験はですね1100とか1200名の方が合格されてますんで1200名例年通りと予測するとですね答案提出者ベースの合格率は10.6%と昨年度よりもちょっとですね合格率は低くなるんではないかと予測されますはい それではですね、企業法の合格ボーダーを見ていきたいと思います。森村先生の動画でもですね、詳細な部分は解説がされているので、ぜひ見ていただきたいんですけども、正当可能性ですね、取っていただきたい、項が9問ありました。これは全て取っていただいて、5点かける9問で45点。正当可能性中は8問ありました。 えー、そのうちの4から5問は取っていただきたいので、20点から25点。制度可能性低は3問ありました。はい、非常に難易度の高い回だったんですね、えー。これは全て間違えても仕方ないので、ここは0点ということで、合計するとですね、今回の企業法合格ボーダーは65から70点というふうに予測されております。 はい。続きまして管理会議論です。えー、正答可能性高は11問ありました。で、えー、二宮先生の計算だと67点あってですね。えー、このうちの8割は取ってきてほしいので、53.6点。えー、正答可能性中は2問。えー、15点がありました。えー、このうちの半分は、えー、取ってきてほしいので、7.5点。 生徒可能性定は3問です。これは18点分ございました。えー、このうちの2割は取ってきてほしいので3.6点ということで合格ボーダーは64.7点と。 ただしですね、一問買いなしになる可能性のある問題がございますので、買いなしがあった場合はですね、正、え、当、ー、可能性低の問題が確実に8点プラスになるというふうに入れ替わることでですね、71.1点ですね、64.7から71.1点のこの間ではないかと予測されます。 はい。監査論です。こちらですね、詳細な動画今、草川先生が撮っているので、ボーダーだけですね、お伝えさせていただきます。監査論は70点ということになっております。で、財務会計論です。これも今、動画の方ですね、影山先生撮ってますんで、ぜひそちらの方もご覧になっていただきたいんですけども、ボーダーは140点と、つまり7割ということですね。 これら総合して、さらにですね合格率が、えー、昨年よりも2%下がると予測するとですね、全体のボーダー、まあ、71から73%ということですね。まあ、点数で言うとですね、500点満点ですから、はい、355点付近ですかね。えー ここが合格ボーダーでなるかなと思います。まあ、上にちょっとブレてるのは、やはり合格率の、えー、合格率が下がるという影響を踏まえて、これではないかなと思われます。はい、では、全体のボーダーは以上になります、はい。で、本試験後のですね、直近のイベントの方をです、ね、告知させていただきたいと思います。 はい。えぇ、ー、12月18日日曜日ですね。今度の日曜日。はい。16時半よりですね。えー、特別昇格制試験を実施します。はい。こちらですね。えー、上級コースパックですね。はい。最大80%の割引になりますので、ぜひご参加いただければと思います。はい。えー、実施本校はこちらです。渋谷水道橋新宿。 横浜、千葉、梅田、京都駅前、神戸、札幌、仙台、富山、静岡、名古屋駅前、岡山、広島、山口、高松、福岡、那覇と。で、定形項で、金沢、長崎駅前、佐世保駅前、新潟ということになっております。 で同じ日にですね、12月18日日曜日、同じ日の18時半からですね、今回の担当式試験の分析会を実施します、はい。今回の試験の詳細な分析と、もしですね、今回の試験ダメだった場合のですね、次の担当式試験に向けての対策などについてお話しさせていただきます。はい、こちらはですね、渋谷駅前本校で生講義ですね。 で同時中継が梅田駅前、神戸、名古屋駅前、佐世保駅前、新潟で同時中継を実施実施します。はい。で来年の1月21日土曜日ですね。16時半よりやはり特別小学生試験を実施します。はい、実施校は渋谷駅前、水道橋、新宿、横浜、梅田駅前、京都駅前、難波駅前。 神戸、札幌、仙台、富山、静岡、名古屋駅前、岡山、広島、高松、福岡、那覇、定期港がえな、金沢、長崎駅前、佐世保駅前、新潟と。 ということになっています。で、12月のですね、先ほど紹介した特別昇格生試験を受験された方は、この1月の方は受験できませんので、どうかご注意ください。どちらか片方、ね、12月か1月、どちらか片方のですね、特別昇格生試験しか参加できないので、そこはご注意ください。この1月21日はですね、合格発表の翌日ということになってますの、ね、で、合格発表を踏まえてですね、コースを とか、講座を申し込みされたいる方は、こちらの方を受験されるといいかと思います。はい。で、同じ日ですね、1月21日土曜日ですね、18時半からですね、えー、合格者2名ですね、えー、お呼びしましてですね、合格発表後の、えー 残念だった場合、次の5月の担当を受けないといけない、えー。さらに8月の論文とかも目指さないといけない。ということで、えー、お二人にですね、合格者お二人にです、ね。まあ今、実務家なんですけども、お二人に、えー、どういうふうにこう対策をしていくべきかというのを、具体的なですね、えー、対策、お話、どういった勉強をするべきかというのを、えー イベントとして話させていただくという形のイベントになっております。こちら渋谷駅前で、えー、生講義です。あと、梅田駅前、神戸、札幌名古屋駅前、佐世保駅前、新潟と、えー、こちらの方で同時中継をさせていただきます。はい。ぜひ皆さんご参加ください。 はい、えー。本日はですね、えー、本当に長いですね、えー、戦いだったと思います。本当にお疲れ様でした。えー、先ほど紹介したですね、イベントの実施講やですね、Zoom の参加方法などですね、えー、イベント等を実施してますんで、えー、ぜひですね、あのー、この動画の概要欄から詳細をご確認いただければと思います。えー あとですね、おすすめの講座等もですね、お問い合わせ、近くのレック本校、えー、並びにコールセンターで受け続けておりますので、えー、ぜひお気軽にお問い合わせいただければと思います。はい。えー、それではですね、本日は以上になります。本試験、本当にお疲れ様でした。